私の名前は大輔。ごくごく普通の会社員だ。でもそれは昼間の話。夜になるとここいろは坂に走りに来る。早い早い、怖いよ。昼間の臆病な私の叫び声が聞こえる。そのくらい早いということか。一度本屋さんで頭文字 D という漫画本を見かけたことがある。私は大輔だ。きっと私のことを漫画にしたんだとピンときた。しまった、急カーブだ。早い、目が曲がった。怖い。昼間の臆病な私には悪いが、急に曲がらせてもらった。何しろ急カーブなんだから。本屋さんでカイジという漫画本も見かけたことがある。私は顎が発達している。きっと私のことを漫画にしたんだとピンときた。トイレに行ったい、トイレに行ったい。まずい、昼間の臆病な私がトイレに行きたがっている。怖がらせすぎたか。私に全然匂いがないのが不思議でならない。昼間の臆病な私はまるで私でないようだ。モラル、助けてくれ。昼間の臆病な私が助けを呼んでいる。さてどうしたものか。トイレに来たい、トイレに来たい。こうなったら手がつけられない。昼間の臆病な私がトイレトイレと連呼するものだから、ダイレクトサブリミナル効果で私までトイレに行きたくなってしまった。やれやれ。そこの茶色い車、止まりなさい。やれ、警察だ。トイレに行きたいのに止まると言ってきた。矛盾している。警察の命令と俺の意思が矛盾している。どうしよう。昼間の臆病な私が矛盾の使い方を間違っている。ちくちょう、大輔、落ち着け。スピード落とすんじゃないぞ、逃げるんだ。いいぞいいぞ、このまま逃げ切るんだ。誰もあれは止められないんだぜ。どこまで行くかって知らねえよ。そんなことは俺にでも聞いてくれ。昼間の臆病な私の言ってることがめちゃくちゃだ。ちなみに私は二重人格ではない。こういう遊びだ。さてトイレだ。ここと決めたらそこが私のトイレなんだ。しまった、パトカーに追いつかれてた。署まで同行してもらいます。そんなうち